はい、いや、2回目の停電起こしたのがミスやった。トイレ行ってきます。コミュサボを鳴らせばよかったですね。でも、ああ、そうですね。相方とマットが落ちてるから、伊豆さん視点。まあ、かなりきついわな。めちゃくちゃしんどい。めちゃくちゃきつい。じゃあ次行きますかね。お願いします。はい、なんで？七子さんガチトイレじゃないですか、これ。あ、いるんじゃない？あれ戻ってこなかった今。帰ってきてない。あ、いない。戻ってきたのはあれ竹尾さん。僕は。あ、竹尾か。七子さんいないうちに言うんですけど、七子さん他の村で、俺は高田村のエースだぞってイキリ散らかしてるらしいんですけど。めっちゃダセじゃないですか、それ。タコ者やん。言ってたが確かに。高田村のエースなんすか、七子さんって。そんなこと言う。七子さん、他の村でも言ってたんですか。他の村でも言ってたん。僕もリークがあるんですけど、七子さん配信者の知り合いに高田村マジでいいよって言ってました。やっぱ帰ってきた、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 帰ってきた。あ、行きますか。あ、帰ってきた。ないないない、ナノさん。はい、はい、はい。ナノコさんの尊敬してるって話。いや、そうそう、みんなでナノコさん。めっちゃかっこいいなって。はい、ちょろくてよかった。よし、じゃあ次行きますか。次行きましょう。お願いしまーす。お願いします。クルー。あ、ちょっと待って。グッドマン。あー、くそもうちょいやったのに。ナイスでーす。みんな試合前何の話してたの、ななこさんについて。ななこさん、取れ高の塊だなっていう。いや、そう。それはそうなの。高田村のエースだなって話してましたね。あ、結構自覚あります？エースの自覚。どう？いやー、まあそんな俺なんか別に全然。あれなんか違う。あれなんか違うな。なんか違う。太郎ちゃんとかが真のエースですよね、僕ら。あれ？あ、そうなんや。2番手、3番手です。あれ？あれ？なんか。ね。らしいですよ、皆さん。おお。なんか別村で。俺は高田村のエースだぜ！って。リークが散らかしてるっていう。おお。オラフ！バラしてやる、オラフ！オラフ！おい！僕だけ笑ってよ。3、4人います、3、4人。いろんなところからその話が飛び出してくる。そこでは気が大きくなっちゃってさ。